LST-9 は第二次世界大戦中にアメリカ海軍及びイギリス海軍が運用した LST-19 戦車用陸艦である。LST-9 は1942年7月26日にアメリカペンシルバニア州ピッツバーグのドラボコーポレーションが寄港し11月14日に浸水した。しかしアメリカ海軍へは収益せず。 1943年3月20日に HMLST-9 としてイギリス海軍へ収益した。1943年5月14日にニューヨークから五層戦団アグス8へと共に地中海へ航行した。第二次世界大戦ではヨーロッパ戦線で活動し、ハスキー作戦やアバランチ作戦、アンツヨの戦い、ノルマンディ上陸作戦などに、 イギリス海軍艦艇として参加した。また、メッシーな海峡の都選としても活躍した。1944年4月11日から、ノルマンディ上陸の数日前である1944年6月3日まで、スコットランドエディンバラのリースで改装を受けている。また、ノルマンディ上陸後も、1944年6月から1945年2月にかけて、 艦体修理を数度受けており、1945年1月25日には、イギリスのティルベリードックスで不当に衝突する事故を起こした。1946年5月4日に、フィリピンスウビックワンでイギリス海軍から退役し、1946年6月1日にアメリカ海軍へと返還された。その後の1948年9月5日、アメリカ海軍から除籍され、 同日売却された。ありがとうございます。